はい、始まってますね。はい、ここはワンピ側があずきさんですね。この異色のメンツとも言えるチャンビリー・サリナ、ランプさんもキャラ変えてますね。あ、本当だ、草薙京が入ってる、珍しいね。 あとですね、まあ、この動画でまだ言ってなかったんですけど、はい、今はまあ VS 対戦台で言うと1セットしかないんですけど、はい、まあ、オンラインだとまあ独立して2台分あるんですけど、はい、8月上旬にですねもう1セット増えますので、まあ、紅白戦等もねイベント等もやりやすいんじゃないかなと思いますので伝えておきます。1セットと2セットはやっぱかなり違いますからね。そうですね。さあ、そんなわけですごい勢いでナコルが突っ込んでいる。うまっ。一応もうなんか発生保証みたいになってんのかな、タカはコマンド成立した瞬間に。だからまあ潰されても今みたいな感じで相打ちになると。裏脱出場投げから、これは素早いキャラはちょっとチャンはきついか。やはりそのまま押し切る。まあなんか変なことやられる前にっていう感じでしたね。ビビってんじゃねえぞ。ちょっとやりにくそうでしたね。そうですね。さあ続いてビリカン、そう前も言ったんですけどこのキャラちょっとね気になるんですよね。ゆくゆくはちょっと使っていきたいなと思えるキャラとかのビリ、幅として選んでみてもいいキャラだと思いますよ。楽しそうなんだよね。崩しがありますからね、やっぱ。うん、そうですね、なんかめくりとかもついて。さあ、しかし発動を決めているのはガンピの方。そう、あのシャラミシーさ、サーティーより強くなってるよね、多分ね。耐久性能はかなり高いと思う、ね、しかもガラキャン光るんで、なんかそのフォローがね、効きやすいというか。おっと届かない。うわっ、というか早っ同時ぐらいに出てるけどまあノリノリっていうかね、動いたのを確認みたいな感じでしょうね。さあそしてあずきさんは弱キャラだと豪語しているサリナ。まあ確かに職人キャラには見えなくもないんですが、まあ、全くよく分かってないんだよな。そう前誰かに聞いたんだけど、あのマイビーがね結構いい技というか、ね、ジャッカルつながる速さでーリーチも開幕こんぐらいの距離からも届いて、はいはい、で2段技だから確認もしやすい。そうですね、まあ、2001のキムの前みたいな感覚的にはね一応確認できるのでかい ね小技の姿勢もすごい低いから、あー、はいはい、くぐりなりすごいしやすくて、さあまあ、なんかおかわりっぽいのが入り、もう一回掴んで強制ダウンから、ここは全然回避、投げにはいけない。あー待ってしまうがちょっと安いか、耐久時間が長い。うーっと毒髪だっけに攻撃をぶち当てて、さあファイナルラウンド。タマキャラ相手はどうなんだろうな。ジャンプは高いけど、確かに避けやすそうではあるんだけど、ちょっとそれがね、攻めのきっかけにはちょっとなりづらそうですね、やっぱね。さあ続けて、あーすごいすごい激しい激しい、他もなんかガンピのお家芸みたいな、だーはいやえぐいなあれ。あの投げも成立してからダメージに入るんだすごいね。確かに掴んだ瞬間死んでましたもんね。早い。さてさあガンピさんの相手が、食さん、クーラベに丸いより、ガンプさん今回はナコルルキングマイ、立ち回りは調整が体力にちょっと難がありか。
空がたいナゴル。お互い900同士ですね。組み合わせ的にはどうなんだろうな。まあ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 、お立てに近寄ってく。で、アンネで離れて。押しのぎ決める。ママ母で嫌がらせをしながらチクチクダメージ稼いでいくのはガンピさんのナゴルル。どこがギャン端に押し切る。あー、赤に捕まるの無敵で禁止を回避。ここコンボ決めていく。赤の対処結構難しい。そういうとこちょっと慣れていかないとやっぱいいようにやられちゃうのかな。2番手ベニマル、稲妻三段の隙を小技からの発動根一気にガメ足。足はなんとか出してたが左の探しが刺さる。トライダー当ててどっち表の下段。さあ稲妻三段コンボ今日減ってる。しかしやり返す。しゃがんでましたね、しっかり。大将はよりとりあえず技術を使ってでもある程度体力減ってでもまあこのナコルル倒さないと。そういったところあうまく差し込んだ。前から一冊のにするか発音するかちょっと悩んだか。でもその後のフォローがしっかりしていて、お相手するわ。体力の安定の状態でダンプさんのキングを引きずり出す。第4ラウンド、メノルストライク、メノルストライク。イエージの使い方コンボ選択によってはまだまだチャンスはあるよりは。メノルストライク、メノルストライク、メノルストライク、メノルストライク。やー、終わらせる。回復してアップと第2からの禁止を。これは対空になっていた。いいゲージボンボを選択。それだけ減らしていくといったところ。残り2アガルキング追っかけるより、まだまだ右がストレート。このままでは終わらんぞ。なぜ当たんなかったか。ちょっとヤンバライが遅かったか。あったのはガキさん。はい、続いてゴローがワンピー側。すごい試合数だ。もう700試合近くやってんじゃん。さあこれは注目カードですね。ゴローガンピ、さあどうなんだろうね。そうなんかジョーには珍しくちょっと飛ばわせはねしやすいっぽいよね。さあコア隠っているが打点が高い。さあうまく飛び越えてコア発コン。さあまず一発出して投げは外す。あ、ここはゴロ我慢したいが、しゃがみし強い。追い込んでかくらないところ、うまい。今のしゃがみしはでかいですね。よく見ている。まあリーチはなんか横に短くなったらしいですが、まあまだまだっていう印象ですね。ショーの始まりだぜ。
さあそしてちょっと見た目的にはラモンが辛そうに見えますが、この組み合わせ、あ下がって、さあ恥は、いやーすぐさま、さあやはりちょっとラモンに攻め手がかけるか、さあジャンプ飛ばし、あのジャンプ飛ばしはやっぱ往年の感じで使いやすそうですね。さあ下がって高、いやー冷たすぎる、いやー触られたらガーキャン、うまいな、うまいがかからない、あれでかけんねえのか、いやきつい、まあ、キャラ的にもな感じましたけど、さすがのガンピ。そして五郎さんが本日は山崎ではなくルオン、さあお互いリーチの長い、まあ、技ちょっ と性能は違いますが持っている2キャラですが、おお鷹をかいくぐりしっかり決める、これが減るんですよね。さあ残り 0.5 割ほどか、さあゴロ我慢、おお最後は更新、さあ中堅キング、さあ抜けつつ、あってないが逃がしてしまう、ゴロも追い込みたいところだが、さあガンピもまあ落ち着きたいところでしょう、あ抜けれんだ、姿勢引く、さあ一発刺したいゴロ側、触らしたくないガンピ、うわなんかよくわかんないけど一撃払って、マジで当たる、さあしかしまだ残るか、残ったけど、さあチャンスはあるのか、なかった、殺生の早いトルネードでフィニッシュ。 Here comes a new challenger.はい、続きましてここはワンピー SR、 これも楽しみですね、なんというか、まあなんというかインファイターって言えるのかな、どっちかっていうか SR さんは、まあキャラ的にもそうかな、ただやはりね、翻弄していくキャラっていうイメージもありますけど、やっぱ、そうですね、夜キャラの方がまあイメージ強いから引っ掛ける、ガンピ側もまあ行くときは行くんですけど、基本的にはね結構遠い前もね得意ですからね、はい、あーやはり SR 側が詰めていっているか、すごいな今のとがめ方、さあ発音はちょっと失敗していますが、なるほどここは安定の1ゲージでフィニッシュ、しっかりしている、いいところに探し置いてましたね、そうですね、お相手するわ、さあ先に中堅キング、うわめくれて繋がってんのあれ、へえ、さあすぐさまやり返してきて、まだ決まらない、
き攻めはやはり集団、まあもうゲージもないのであそこはもうほぼ完全に痛くですね。さあ来ました、俺が先週言わされに言わされたガンイル、このキャラ危ないよね、本当すごいキャラだと思うんだよな。すごいキャラです。シャカシュ集団ガードしている、そうあれ無敵なんだよね、しかもね、まあ前の13のキムみたいな、そこから地上技つながりますから、ね、うん、うわどっからでも持っていく、このキャラ本当すごい、まあ、難しそうなんだけどね、見てると僕も今練習中です。あ、そうなんだ、エサーさん相当使い込んでるね、このキャラ。もう初期からずっと使ってますからね。そう、あとね、ああいうのもあるのがいいよね、遠距離でもね。うわー、発動決まっている。あれ難しいの、見た目じゃ分かんねえんだよな。さあテレポートに投げを決めて中断、つながってはいないが攻めが続いている。もうどこで中断が飛んでくるか分からない、一瞬でフィニッシュ。ランイルらしい試合ですね、すげえ。あれはちょっとね、あそこを詰められちゃうとガンピの良さは出づらいところだね。はい、ラスト前ですね、聞きました。 SR に対するは M ダッシュ聞きました、すいません、あ、3は M ダッシュでした、すいません。なんかね、あれだよね、そこら辺の契約がゆるいのかありがたいよね、こうやって、ね、気軽に出てくれるっていうのはね。M プロ、さあ、なんだっけこのキャラ、ネルソン。そう、このキャラにもね、俺先週超言わされたんだよな、もうピン負けしたんだよ。使い込んでますからね、あ、危ないこのキャラも。さあ、まあ見る限りあれ中断でしょう。中断です、あくまでそれを決めた、はいはい、まあ間違いないですけど、早めにあれが5分ぐらいなのかな、現龍神脚扇風機やった。マイナー2ですね。あ、マイナーなんだね、一応ね。まあ、それそうか。キャラによって通常にかタックルかぶんないか。ああ、なんかコマ投げとか。はい。さあ、先ほどとは一見静かな立ち上がり。ファイナルインパクトみたいな。好きないんですよね、そこまで、まあ、触れればみたいな感じで。じゃないけど、無敵があって。うお、いける。うわ長い、これは最後のコンボ、はいはい、あーなるほど、うっ、さあ下段を埋めて重ねたところにドンピシャで魂の一撃、はいはい、燃やしてやるよ。さあ本日 M は K ダッシュ、さあここは M そのまま決めたいところ、クールタイプジャンプリー、さあ来ました、おっさんが出てきて、これ M がどうね返していくのかというか見ものですね。初期キャラだからやっぱジャンプ A も集団としても機能するから、うん、かなり危ない。投げから、あー絶妙な隙だね、あれも7とか8とかあったんです。おちょっと距離の問題で反撃は難しそうだね。さあやはり近づかれないようにが一番なんでしょうか、やはり M は距離を取っている。さあアインで言わしているぞ。さあ、エサがやはりなんかきっかけを作りたいところか。あれだけ遠距離では冷たい。冷たい。はいはい。さあ、立ち前で言わしてるように見える。うわっ、発動からの一瞬待っての下段。ここで発動来るかどうか。そっか、中断もあるしね、一応ね。動きたくなるようなしゃがみ B の後に発動。
がすげえ。なるほど、ここは引っ掛けて、さあここはちょっとタイミング合わないが、発動にガーキャン、さあここは当たらない、マギ外している、あそこでめくりもガードして、ガードしきっている、さあ今度はしっかりガードしている、さあここでマチャーマックス5ゲージ飛び越えて、なんか M 全部発音のところにおってるのか、うまい、全部なんか的確に返してますね。ここは払い切って、うーわ裏しかし決まらない、うこれは間に合わない、冷たく M、 さすがさす M ですね今のね、粘り強さというか、はいはい、落ち着いてるね、お見事です。さあ、これ最後ですね、ご所さんです、リリー・ダイモン・ムイムイ、 M がチームは変わらずで、はい、ラストですね、はい、さあ、なんともう大御所さんに至ってエボ帰り、エボから直でここに来てくれました、はい、二人ともそうですね、そうですね、エボで検討した二人の対戦でラスト最後にふさわしいですね。そう、ゴスさんはそのこう、まあ、毎年というかね、はい、こだわりのキャラ構成、ムイムイ、ビリー、ダイモンで合ってるかな、はい、ちょっとここから確認しづらいけど、ムイムイも最近特に注目されてるキャラかな、あのさ、あのコマンドわかんないけど、はい、あれ ND? あ、飛ぶやつですよね、あれ強いよね、あ、そう、強いです、やっぱそれが主力、うん、あれあれもちろん下段無敵でしょ、下段無敵になってて有利取れる、すごいよねあの技、終わり際が当たると小技が繋がるぐらい有利、確かにリーチのないキャラにはありがたいよねあの技、はい、まあ投げを外して M が詰めている、で金 D もね結構右向いてるから、あ、はいはいはい、まあ、E コスリがすごい、なるほど、強力ですね、だからもう遠距離でも近距離でもみたいな、ちゃんと対策してないといけないなってキャラで、中段もあって、はいはいはい、ゲージの火力もまあ高いかなと思って、あー、うまい、なるほど、あそこはまあ一応狙われるところではあるんですね、絶妙の距離からしっかりとここは刺してきましたね、さあ、おお、回って回って当たる、無意味足遅いからああいう風にリードされて距離を取られると、はいはいはい、ちょっと大変かなっていう部分はありません、特にジャンプが横に長いキャラに対して逃げられるとやっぱり苦しいのかなって感じがします。あれなんか M が急にスイッチ入った、なんかビリーにこれがきついんだろうと言わんばかりですが、冷たい、ここは大御所も負けていない、ビリーもやっぱ特殊なキャラなんで戦い方もね、はい、あのまあ、他のキャラのようにはいかないでしょうね、そうですね、しゃがみシート相打ち、めくっている、これは減るぞ、これなんですか、フレンサッコン減るな、ここは投げ、うわー下段強制ダウンから、あっと入るかな、持続が重なるレシピなのかな、あれは、さあいい勝負、やはりこの両名発動していく、フォアガーキャン、うまい、うわ見えづらい、あの技いいねあの技生かしてるな、すぐ楽にしてやる、あの下のやつでしょ、特殊技か、
あれ地味にでかいね、ついたの。さあ先に大将引き出されてるのは M プロ。あれもいいね。あれは何、あ、遠視なのあれ。発生も判定もすごい優秀です。硬直だけはまあやっぱ大きいですけど、うん、さあ大御所、やはりこの往年の立ち前ですが、早出しで返して大将戦。これは分かりませんね、ゲージ差もあるんで。そうですね、体力はゴスさんが有利だけどゲージの方は M が持ってますから。さあ大門より14でもやはりこのキャラたち猛威を振るってますね。さあ先に仕掛けていくのは M、 冷たくガードしている、しのいでいる。さあゲージ差はない、うまい。さあここはガキャンでしのぐ、危ない。さあ仕掛けて、うわそっから届くの、うーわ綺麗に決まる。あーお互いガードが硬い中で、あーね、ほんと一発の差し合い、緊迫感ありましたね。さあラストは大御所が飾ってフィニッシュ、いい勝負でした。あれいい強化点ですね、多分 NB ド先端でもあの頭上に繋がるんだよね。頭上繋がります。そから。はい、ではそれではとりあえず一回締めたいと思います。ありがとうございました。第3回 KF14 紅白戦これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。